その頃光秀は中国出陣と見せかけて1万の軍勢を京の町に侵攻させていた。一方信長は信忠と源三郎を二条城へ返した後、深夜まで機嫌よく杯を重ねて酔いしれていたのである。誰かある。はっ。下郎どもが酔いしれていさかいを始めたようじゃ。沈めてまいれ。はっ。待て。いさかいではない。あれを聞け。軍兵はまたこの寺に侵入しつつある。殿。何者の仕業。ほら、物見せよ。はっ。何者なるぞ。上様がここにおわします。立ち騒ぐな。無礼であろう。上様。あっ、旗が見えました。水色に貴重な門が。光秀。上様、明智光秀ご門と覚えました。光秀めが。さすが信長がよりすぐって連れてきた小将たちである。誰もこのような事態を予想した者はなかったはずなのに、一瞬にして最善と思える防備の体制をとっていた。何とぞ人見のうちへ。それ。これと光秀が謀反。かくなる上は是非もなし。目に物見せて腹切ろうぞ。おのうか。はい。あなたは女どもを引き連れて今のうちに早く落ちよう。おのう。そのお役目、他の者にお申し付けを。信長の手勢は足軽小者までを含めてせいぜい300。これに対し明智方は1万の全軍を3隊に分け、そのうち3700を明智様之助が率いてこの本能寺を推し進んでいた。長もおかしなやつよ。尾張一の大うつけ、他人が右といえば左といい、白いといえばあくまでも黒いと言い張ったつむじ曲がり、叡山荒野と相続を問わず徹底的に殺戮した。七宗昇天の安土城も機関道目の南蛮寺も建立した。大砲を積んだ軍艦も建造して、目の青い南蛮人の度肝を抜いてやった。その信長が今最後の時もまた日本中をあっと言わせる羽目になったわ。光秀め、うまうまとやり腐ったの。
女どもを連れて押しよう。光秀は女子どもは切らぬやつだ。おのおの方様は。おじいさげ。ごめんくださりませ。